私の声は届いてたかな。私の想いは君がどれほど大切なのか今になって気づいたの。君と100回出会ったとしてもたとえ生まれ変わっても100回恋するよ。ありがとう、好きになってくれてありがとう、抱きしめてくれてありがとう、いつでも伝えきれないほど。一人で食べるカレーの味にそのうち慣れていくんだね。それは悲しいことなんかじゃない。